場にお集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。我々ご紹介に預かりました岡山裏ダレン朝日と申します。これよりご披露させていただきます演舞、開口一番と申します。岡山が発祥とされる高瀬舟を題材とし、その高瀬舟をつなぐ船道を切り開く船頭と商人の物語となっております。実は我々、今年1月より、チーム活動させていただいております、結成1年目のまだまだ未熟なチームでございます。ですので、この会場お集まりいただいている、皆様も、我々のこと、ご存知の方、なかなか少ないかと思います。そんな皆様に、一人一人、少しでも私たちのことを知っていただきたい。そして、この恋山祭り、大阪を皆様と一緒に盛り上げていきたい、そんな気持ちで、この恋山祭り参加させていただいております。皆様の記憶に残る演舞、全力でご披露させていただきます。どうぞ皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは
ほっ、見てくださった皆様に感謝を込め、どうもありがとうございました。ありがとうございました。撤収。